国民精神総動員中央連盟は田中義一内閣による1929年の総動員計画設定書無要項に始まる計画の中で1937年から1940年まで活動した日本政府の外閣団体である日中戦争勃発を受け挙国一致人中報告兼任時給を方針とした国民運動が起訴され印刷物 レコードの指導、講演会、講師の派遣、圧戦を通じて、国民精神総動員運動の趣旨を普及させることを目的に設置された。1937年10月12日東京市、日比谷公会堂で結成式を挙行、連盟の趣旨と決意を内外に声明し、事務局が置かれた。道府県知事や市町村長の下で、 地方組織が整備され指導者連成所も置かれ実行に当たった。さらに1939年2月に政府は運動強化方策を決定し、同年3月国民精神総動員委員会を政府内に設置、中央連盟と委員会との二本立て体制で運動を推進した。日中戦争長期化の元運動のさらなる強化の必要から1940年4月、 中央連盟と委員会は国民精神総動員本部に改組されたが同年10月体制翼3回体制発足に伴い包摂され解散した。同時に日本統治下にあった朝鮮の朝鮮総督府総督官房には国民総力下が設置され国民総力運動に関する事務を所管し朝鮮総督を総裁とする国民総力朝鮮連盟が活動した。 日本統治時代の台湾では、台湾総督府国民精神総動員本部が運動を推進した主務官庁は内務省、内閣情報委員会及び文部省であった。発起人は、坂井忠正、岡部長影、伊大枠須、松井茂、小泉61、高坂正康、藤原銀次郎、中川望む、ガツ、 タフジサブロの8人であり、海軍大将有馬良り立花が、初代会長に就任。事務局には教育学者の介護カツオが関与した。加盟団体は、全国新職会、全国町村長会、全国市長会、在京軍人会、女性団体、青年団、少年団、産業団体など74団体。定型の国民精神総動員委員会は、発足当時は、 検事総長、大臣委員長、通密委員議長の平沼木一郎内閣の所管であり、委員長は陸軍軍人の荒木貞夫。朝鮮の国民総力連盟は、初代総裁が陸軍軍人の南次郎。ありがとうございます。